ね、あとはもう本当に感謝の気持ちしかないです。ただもう何言ってるか分かんないけど、ただ俺マジサッカー好きなんですよ。マジでもっとサッカーやりたいっす。ホットサッカーって最高だし、まだサッカー知らない人もいると思うけど、俺みたいな存在っていうのもアピールしたいし、本当はサッカーって最高なところを見せたいので、これからも続けさせてください。あの日